じゅんくん、おはよう。また朝日を浴びて気持ちよさそうですね。じゅんくん、さんちゃん甘えたからもういいのね。あとは日向ぼっこするのね。じゅんくん、あ、ジャン君。くん、ジャン君。はい、ジャン君。ありがとう、ジャン君。ジャン君。はい、カラリン。カラリン、カラリン。あにゃかん、あにゃかん、あにゃかん。はい、肉球です。あ、かわいい、ジャン君。肉球。はい。ジャン君、かわいいね。いいかね。はい、肉球。舐めてる。うん、出て舐めてくれたのがいいかね。ジャン君。ありがとう。はい、朝からかわいい。かわいい。そして、あそこにももう一つかわいい。はい、かわいい、おいで。ポンちゃん、おいで。おいで、おいで。はい、いいかね、ポンちゃん。はい、はい、はい。もうちょっとおいで。はい。ポン。ポンちゃん、おいで。ポンちゃん。はい、来たな。はい、捕まえた、捕まえた。ひなたを目指してるかな？そうかもね。あ、ちょっとルートが難しいルートですけど。バッグそんなとこ置いてあったのね。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、どうぞ開けましょう。ポンちゃんも日向ぼっこするの。ポンちゃん、みんなその布の向こうにね、ポンちゃん。ポンちゃん交代でここをつかんだね。ポンちゃん、外はよく見える？いい感じなんだそうです。いいね。ジャンくん、呼んだら来たね。最近この猫のクッション、細長タイプお気に入りです、ね。ぴったり体が合っています。よく乗ってるね。お父ちゃんがいい感じに潰してくれてね。なりやすくなったね。だいぶぺっちゃんこになりましたけど ね。あの、竹のラグの上であぐらをかいたときに、くるぶしが痛いのでこれをよく敷きます。だからジャン君とは取り合いになっています。でちょっとぺったんこになったが、はい、感じがジャン君はなんか乗り心地が良くなったそうです。良くなっていますね。ジャン君いいかね。ジャン君、はい、いや、逃げた。ジンくん、決めとけ。ジンくん、もう一回詰めといてごらん。ジンくん、詰めといて、詰めよう。
ちゃんくん、ちゃんくん、ちゃんくん呼ばれてるよ。ちゃんくんもポリポリしなくていいの？この音がおかしいね。